あ、はい、皆さんこんにちは、青子と申します。今回はですね、YouTube で医療系アニメの、動画を投稿しております、ウェブタマ先生という方がですね、制作いたしました、ゲームを、ちょっと青子さんがプレイしていこうと思っております。こちらのゲームがですね、解剖生理学の、基礎レベルをこう問題としたミニゲームとなっております。では早速ゲームプレイしていきます。よろしくお願いします。そうしましたら、まずホルモンと消化管と循環器と脳神経という4つの項目が、あるみたいですね。じゃあそうしましたらどうしようかな。じゃあ上からホルモンからやっていきます。やばい、本当に全クリできるかな。解剖学の経験ゼロですけど大丈夫かな。難しさはどうしますか。難しいと種類が増えます。ほう、普通、極むず、細かいものまで。とりあえず普通でやってみましょう。ホルモンを出す器官、内分泌腺の場所に自信がありますか？ない場合はイラストで教えてくれます。どっちがいいんだろう。自信ないけど、ないけど。でもイラストあった方が、まあ復習にもなるし、イラストありにしましょうか。じゃあ自信がない。ない、ない、ない。ないです。お、これ。あ、ケンスローですね。あ、じゃあ大丈夫ですね。温めてやる。あ、待って。あ、めっちゃ飛ばした。めっちゃ飛ばした。なに。待って。もう一回戻ろう。あ、はい、戻りました。すいません。なんか急に進み出した。びっくりした。多分私がずっと何かを押しっぱなしにしてたんだと思うんですよね。そう。あっためてやる。これなんて読むんだろう。やばい、漢字も読めないや。漢字も読めない。とりあえず押す。時は 2000XX 年、世界はこの男の手に委ねられた。男の名はケンツロ。その前に立つのはウオ。2人はまさに極厚の世界にて、どちらがサウナに強いか勝負していたのだった。ここサウナなんすね。だいぶ広いな。モンハンの世界にいるような感じに見えるけど。しかし一向に引かない両者。ここでケンツロウは、なんだろうこれ。何と真剣。読めないよ。相手のホルモンを逆に元気にする。気候かな。体を温めて、我慢できなくして勝とうとしたのだ。すごい。ああ、なるほどですね。はい。で、ホルモンの名前を見て、そのホルモンを出す場所を指で刺激して、ホルモンをどんどん煮出して相手を温める。なるほどですね。じゃあホルモンの名前を出して、それがどこの臓器とかに当てはまるのかっていう感じですかね。本当にわかんないけど大丈夫？初見だけど大丈夫かな？まあやってみよう。制限時間1分以内。え、1分以内？え、これ時間制限あるんか。なるほど。ほう。1分以内に温めなきゃいけなくって、次のホルモンの指示まで連打。わかりました。頑張ります。プロラクチン。プロラクチンってどこ？どこ？まず。どこだろう。あ、ここか。なんかあれですね。当たったら、なんか、ブギャンってなるんですね。なるほど。ほう。ここは、なんて言うんだろう。脳下垂体前葉っていう場所なのかな。なるほど。で、これで、
なになに、ちょっとやばいんだけど、これ一生懸命読んでたけど時間普通に過ぎてるんですね。なるほど、なるほど、そっか、じゃあこれ、あ、これか、これゆっくり読む暇なかったんですねなるほど、メラトニン、メラトニン、メラトニン、あと4秒しかない。終わった、終わった、あ、終わり、あ、終わっちゃった終わっちゃったんだけど、どこだろう、え、でも時間ゼロになったけど、待ってな、これか、あれか、当たるまで、当たるまでか、あ、これか、え、一生懸命探したけど無理やったな。あれ、でもこれ続いてるな。プロゲステロンの出るところどこだ、あれさっきもあったよな、これ、違うな、これ違うな、違うな、でもこれ間違えてもなんかダメージ食らうっていうのはないんですね。うんうんうん、これじゃないか、これか、あ、これか、わかりました、頑張った、頑張った。あ、違う、テストステロンの出るところ、テストステロン、いつもなんか腎臓あたりから刺しちゃうな脳かな、脳か、どこだろう、他は、もう一回、ちょっと違う、これか、あ、またここなんだ、へえ、あれでもさっきの問題どうだったっけ、忘れちゃった。これで、でも間に合わなかったけど、あー、はいはいはい、ケンツロウは頑張ったが1分で魚を温めるほどには間に合わず、サウナの熱さに力尽きて倒れた。あー、なるほどっすね。あ、でこれでクリアはできなかったと、なるほど、ちょっと悔しいのでもう一回やります。同じパターンでいきましょうか。オッケーオッケー。プロラクチン。プロラクチン。あ、あった。ちょっと。あれ、どこ？あった。よしよしよし。あ、やったー！クリアで。ん？なんか言うてる。おうおう。ウオの体が温まって、ウオは倒れたが、必死に動いて、そう、つきまくった。ケンツロウも同じように温まってた。友倒れしちゃったよ。でもクリアできてよかった。戦い終わった。あー、クリアになった。やったー。いいっすね。クリアになったら、こうやって花丸が出るんですね。じゃあ、そしたら、消化管行きますか。上から行きますか。消化管の暗記ゲームに行きますか。行きましょう。でもこれ、暗記しなきゃあかんっすね。でもこれで覚えられるな。今日は休みだけど、図書館に消化について調べ物をしに来た。歌角先生か。すごいなすびに見える。あまりに熱中しすぎていると周りが火事になっていた。ほうほうほう。そうこうしているうちに豚角先生がやっと気づいて、と見渡すと周りは火の海になっていた。周りが火事になっていた。やばい。なんで周りが火の海に。ちょうど消化について学んでたし大丈夫消化だけど消化だけに。消化するためにも消化管の順に進んではいければ。ああ、はいはいはい。あ、消化管の順ね。うんうんうん。なるほど。ああ、迷路みたいになってますね。はいはいはい。避難訓練の3原則に従いつつ、消化管の順に進みながら消化するために消化器の場所を目指せ。おお、なるほど。口、喉、胃、大、頬、毛、もうってなんだろう、盲腸か、これ十二指腸かな、これ小腸か。うんうんうん。この星なんだろうね、見てみるか。
今口でしょ、口、喉、喉か、喉の次は胃、胃だよね、胃の次は、胃の次っていきなり大腸行くわけでもないよなってなったら消去法でここなんだよな。避難の時のお菓子の三原則守ってますか？押さない、かけない、喋るない、喋らないじゃなくて喋るなんです、喋るないなんですね。なるほど、そうっすね、確かにお菓子の三原則、押さない、かけない、喋るないだったな。ここで確認クイズ、あなたは若いですか？ん？あなたは若いですか？年齢的にはまだ若い枠ではあるけどそういう意味じゃなくて、あなたは若いですか？押さない、書けない、喋るない、関係ある？押さない、書けない、押さない、押さない、押さない、あ、押さない、押さないかな。じゃあまあとりあえず私どっちにしろ若い枠だし、はいにしちゃおう。あ、なんか当たったなんか当たっちゃった。どうぞこのまま三原則を守りつつ進んでください。 OK、 これでクリアしたってなったときに、次どこだろう。口じゃないもんね。前日からかな。あ、当たった。で、もうちょい、じゃあ小腸か。小腸、盲腸、大腸か。あ、また星ある。避難の時のお菓子三原則守っていますか？さない、かけない、喋れない。はいはいはい。確認クイズです。火事の時は冷静な判断が求められるので、頭がいい方が生き延びやすいですが、あなたは今勉強するとしたらどれ？漢字ドリル、計算ドリル、うんこドリル。もう火事でしょ？火事になってるし、冷静な判断。単純に言ったら計算だけど、うんこドリル。これあれか？もう消化系の。消化系の今ことやってるから、食物の流れ的に流れを意味してうんこドリル。いや違うでしょ絶対。生き延びやす、頭がいい方が生き延びやすい。漢字ドリル、漢字ドリル。冷静な判断を求められる、漢字ドリル。押さない、書けないで言ってて、書けないでしょ。書けないひらがなだったし、漢字必要ちゃうっていうことで漢字にする。でもどうなんだろう。単純に言ったら計算しないと出れないって。でも計算、数字必要、そんなことないか。でも漢字がないと出口っていう漢字、あ、でもそれは読みになるか。でも書けない、出口っていう漢字書けなかったらしょうもないな。感じにしとこ。当たった。ハッキー。これで肛門か。で人事と言ったから、でこれで口に戻るのかな。はいはいはい。口、喉、胃、人事と、腸、よし。お、最後来た。避難の時のお菓子の三原則守っていますか？かない、かけない、喋れない。確認クイズ。火事の時はできるだけ身軽の方がいいですね。では逃げるときにその場に捨てて持っていかない方がいいものはどれですか？スコップ、スコンブ、スルメ。重量的な意味だったらスコップが一番重くない？スコップって、スコップって結構でかいやつの方のイメージあるけど、手持ちサイズ、手持ちサイズのやつじゃないもんね。どうなんだろう。でもスコンブとスルメってどちらにしも軽すぎるしな。一番重たいのってスコップじゃない？待って、違うわ。さっきの3問
確認からしたら押さない、かけない、喋るない、あ、喋るないか、なるほど。じゃあこれでね、当たった、ラッキー。これでもう一度本日を訪問で足をかけに行った。あー、ゴールできた。なんとか丸焼きにならずに消火器まで来れました。この消火器で消火してみましょう。消火と消火が掛け合わせてますね。ドイツ消火器のハンドルを握った。この豚どうやって。確かに胸キアス短いのでよく操作できるな。右に消火できたし、消火も覚えたし、帰りましょう。まあ、一石二鳥やな。まあ、結構命に関わる事態だったけど大丈夫か。ねえ、でも面白いなこれ。よし、これで2つクリアしたし、じゃあ循環器いきますか。循環器なんだろう。ひょんなとこからクイズ番組に当選した豚学先生、一問でも間違えれば即アウト。ほうほうほう、正解すれば超お宝ゲットの超人気番組クイズミリオネヤに、ミリオネヤ、最後がやーらやん。危ない。うわ、懐かしい。見たことあるな、この雰囲気。3問正解するごとに獲得商品がミノモン玉。なんか聞いたことあるお名前だな。最高の商品を目指して頑張って。1問でも間違えれば終了。え、じゃあ1問間違えたらもう終わりじゃん。え、心臓で血液をためる方なのはどっち？心房、心室。なんかあれ、心臓、確かに、なんか、覚えてたな。どっちだろう。でも2択でしょ？ 2 択。ためる方。心房、心室。なんか、左心房、左心室とかなんか、心房、心室ってあったような気がするんだよな。どっちだろう？二択だしな。雰囲気で当てる。ダメだよ。もうこれ、暗記だもんな。でも私初見だもんな。どうしよう。どっちがいいんだろう。まあ、最初やし、間違えても、すぐ戻ればええ。ということで、どっち？当たった。よし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 。当たればええねん。当たればいい。血管で逆流防止の弁があるのはどっち？あ、なんかね、これはね、覚えてますよ。ちゃんと、なんか授業で習った記憶があるので、これは、静脈。これは記憶ありますね。あ、当たった。オッケー。第3問。心臓で肺に送る方なのはどっち？どっち？肺に送る方でしょ？みんなから見て左側。みんなから見て左側？だから向かって左側？ん？向かって左側。向かって左側。あ、そうだね。だから自分から見て右。ってるよね、そうだよね。え、どっち？これ申し訳ないけどさ、あのクラピカ理論でさ、右選んでいいかな。右で選んでいい？いや、もうね、多分思い出せないっていうか、なんか習った記憶もないんだよな。クラピカ理論でいきます。あ、当たった。オッケー。よしよしよし。いや、2択だったらね、確率2分の1だから、もう最悪。なんてことを言うんだ、本当に。これ、暗記ゲームなのに。暗記ゲームなのに、なんか5番目に景品もらえるって書いてあったな。酸素や栄養などが細胞に乗り降りできる血管はどれ？え？静脈、動脈って、血液？
なんか血液流すイメージ強いけどね、毛細血管って。ってなるとさ、ほら、血液流すお仕事をこの2つがしてるからさ、毛細血管っぽくない？全然なんか当て感の雰囲気で考えてるけど、大丈夫かな？いいのかな？玉先生に怒られないかな？怒られないかな？あ、当たった。オッケーです。第5問。糖尿病の原因になっている臓器はどれ？肝臓、膵臓、腎臓。肝臓ってさ、お酒のイメージ強い。腎臓はどこだっけ？どうしようかな。膵臓か腎臓でしょ。糖尿病。迷う。腎臓にするか。あ、間違えちゃった。チャレンジ失敗か。歌角先生に5番目にいい商品。入浴時自分の時バブを入れられる券。確かに。嬉しいのか嬉しくないのかわからんな。ちょっともう一回最初からやっていい？最初からやろ。だってだ。第15問。待って。あとちょっとでクリアじゃん。ん？なんか全然関係ない。待って、あれ今、え？ちょっと待って、あれ今さ、今までさ、あれ解剖学の勉強してた、あれ急に熊本弁の話になってるけど、あれ？急に方言の問題出てきた。どうしよう。しかしの意味になる言葉はどれ？ソギャン、バッテン、差し寄り、やおいかん。しかしってさ、国語で言うたら否定形じゃん。否定形？打ち消し？打ち消し違うか。打ち消しは違うな。だから、やおいかんは違う気がする。差し寄りもなんか違う気がする。ソギャンとバッテン、なんかね、しかしとバッテンがすごい似てるんだよな。バッテン違うよっていう意味。違うとしかし。バッテン。熊本なんで熊本弁なんだ、しかも。気になる。あ、また下の方で選択しようとしちゃった。どうしようかな。でも、バッテンかな。なんかそんな気がする。当たれ。いや、これで外れたら青子さん死ぬ。当たったー、マジか。やった。おお。ソギャン、そうです。バッテン、しかし、差し寄り、とりあえず。やおいかん、大変だ。へえ。覚えとこ。熊本旅行行くときに、どれが使える？差し寄りが使えそうだな。記憶して急に言われたら、何このエセ熊本弁って言われそう。
ってクリアした、これで。うわー、長かった。なんか豊角先生にミリオネア最高賞品。ほうほうほう、ひなたぼっこ犬、猫の隣でモフモしながらひなたぼっこ犬やった。え、かわいい。縁側で猫と一日モフモフして過ごすのでした。かわいい猫ちゃん。あー、クリアできた。え、なんか循環器めっちゃ長かった。あー、最後脳神経だ。頑張ろう。あと1個脳神経のゲームに行きますか。はい、お願いします。いや、最後だし、ここまで来たら頑張ろう。親戚の子と一緒に脳神経動物園に来た。脳神経動物園。ほう。今日は子供が遠足するまで動物園を連れて回ることになったので、早速子供の声を聞きつつ動物園を回ってみよう。うん。急にどうした？喉。それと動物か臓器。それか運動とかの臓器にどかして。で、干支があるね。干支があって。脳神経動物園。イラストが、今日のワンコとか、舌とか、チューとか、四角形とか、ウサギがなんか、ハムスターみたいになってるね。で、ウストラ、ウタツミ、ウマ、ヒツジ、サルトリ、いいの順か。喉と運動とか臓器。喉。これイラストヒントになるかな。どこだっけって迷ってるしな。あれ、なんか鳥も迷ってそうだし、同情する。あ、当たった。同情したら当たった。丸焼きはあかんって。下の運動に関しては脳神経。下の運動、なんかイノシシ舌出してるし、これ当たった。なんかすっごいボッコボコにされてるけど。一直線に突っ込んできた。おー、ビビってちょっと疲れてしまった。あ、大丈夫か。視神経の動物が見たい。視神経、目、目か。これめっちゃキョロキョロしてるけど、トラ。あ、違う。視神経。何だろう。虫？あ、当たった。大きい。ほんまに大きいな。あれ？これさっき一緒じゃない？同じか？あ、当たった。イエーイ。目の中でも、乗車筋に関係する神経。目の中でも、ね。あ、それこそこれ？違う。目で触れてるもの。あ、違う。え、あ、うそ。うさぎだった。違かった。下。絶印って読むんかな。絶好？なんか下の印象マジでイノシシなんだよな。あ、違う。これ口系だったら猿？当たった。回転してる。ヘビ？え？噛まれて。え、寿命縮んじゃったんだけど。大丈夫？ビビってちょっと疲れたんだ。あ、なんだ。ああ、寝た。かなり満足してる。いや、本当に同じとこめっちゃぐるぐる回したけど。そうね。
歌角先生も大変だったけどこんな日も悪くないかと思いつつ帰るのであった。あ、終わった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 。これでエンディング画面へ行けるのかな。あ、行った。なんだろう、あれエンディングあれで出てこない。あれ、ま、真っ暗。あれま、真っ暗になってる。ちょっとエンディング画面が流れなかったのでもう一度最初からやり直してクリアしてきました。これでやっとエンディング見れるはず。行きましょう。よし。どうや。あ、流れた流れた。え、なにこれ。完全攻略おめでとう。今回やったんはどれも医療系国士に大切で覚えて。いや、医療系国士だったのこれ。え、待って、しかもレシピも気になる。ちょっと待って、どっちも見たい見たい。覚えててそんないものばっかり。ちょっと待って、豚のバラ巻きのレシピも気になるけど右を読む。これしっかり覚えたら試験でいい点取るとかで、自分のことばっかりでなく友達とか周りに助けたり誰かのために手に入れた知識や技術を使え。本当よう頑張ったな。ありがとうございます。で、豚魔術玉先生、スタッフ、企画、制作、シナリオ、え、これ全部玉先生。え、全部一人でやったんか、すごいな。レシピも見たいな。これ遡れないか、無理か。あー、待って、終わっちゃった。危ない危ない。フィンって書いてあったよな。終わり。完全攻略したあなただけに送るマル秘の裏技。完全攻略した状態、この後ステージ選択画面に戻るで、玉先生のナースキャップの玉の字をクリックしてみ。すごい秘密が隠されてるで。なるほど、行きましょう。ナースキャップのところって言ってるのね。これ？これか。下ろせるん？あ、動いた。え？ん？うんこ出てきた。うんこ出てきた。よく見つけたな。隠れうんこや。ほんまや。やっぱね、こう消化管とか循環器とかね、そういう系でね、まあやっぱね、関わってくるものだから。隠れうんこ見つけちゃった。全部クリアでエンディングボタンが押せるようになる。あ、そっか、さっき押したもんね。なんか他に押せないかな。あ、なに、びっくりした。ウェブ玉塾の塾長玉先生。あ、これ玉先生なんや。へー。みんなに夢へのチャンスを配りたくて全国へ通える無料のネット塾を作った。無料のネット塾、これも絶対に通うべきでしょ。アニメ授業は大学入試や公務員試験だけでなく解剖生理学などの医療系やビジネス系に加え、最近ではいじめ自殺が減るように、山村塾ごめん漢字読めんかったらごめん、より多く知ってもらえるように中学向けもスタート。好きなもの、お寿司、ステーキ、ラーメン。わかるー、私も全部好きや。嫌いなもの、苦いもの。いや、わかるー。苦いものは、でも苦いもの、まあ、苦すぎるものはちょっと自分も苦手ですね。現在の夢、誰も文句言わないようみんなが挑戦できるチャンスを配りたい。めちゃくちゃいいじゃないですか。あ、終わっちゃった。でもすごいな。この人は？うちナース編集、角田さんでいいのかな？通称豚角先生。うちナースなので、小さいナスビがモチーフで、ナスに相性のいい食材が豚なのと、角田さんで豚角先生となった。あー、だからエンディングであれか、ナスとえ、もしかしてエンディングの画面で流れてたあのナスって豚角先生じゃないよね。そんなことないよね。大丈夫だよね。食べられてないよね。調理されてない。大丈夫大丈夫だよね。うん、うん、うん、そういうことだと願おう。うん、
実際は痩せている、あ、実物がいるんですね。で実際は痩せていると。へえ、なるほど。え、めっちゃ面白かった。あ、なんか間違えておっしゃったで面白かったな。え、このゲーム初見だったけど本当に青子さんの学力でも楽しめるほどだった。まあさすがにこのゲーム要素のね、あのなんかゲーム要素があったから、今までゲームやってきたそのスキルを生かして問題解いて、なんか運よく結構順調だったな。なんか循環器めっちゃ難しかった。で脳神経はめちゃくちゃ面白かった。なんか同じものがやっぱ繰り返されるとやっぱ自然に覚えるもんだし、一生一生ウサギ言ってたもんな一生ウサギ言ってた、ウサギ言ってたし、終わりいつってなったけど、でもおかげで覚えられたしね。いや面白かったな。でちなみにこれパソコンでプレイしてたんですけど、実はスマートフォンのアプリもあるので、お手軽に良ければスマートフォンからインストールして遊んでいただければ幸いです。では今回は解剖学の暗記ゲーム、ウェブタマ先生が制作したゲームを遊ばせていただきました。いや本当にありがとうございました。いやー、お子さんもこれで知識がついたなどこで活かされるんだろうってなるけど、いやでもこれ覚えてるだけでもね、全然違うと思うし、きっとどこかの場で活かせる場面があると期待して、このまま青子さんの記憶に残していこうと思います。では皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。よければウェブタマ先生と私のチャンネル登録、高評価していただいたら嬉しいです。今後ともよろしくお願いします。ではありがとうございました。お疲れ様です。